ドイツ学とは、日本におけるドイツ語及びドイツ語圏諸国を中心としたドイツ語主体の学問のことを指す。また、ドイツ語のゲルマニスティクという表現を用いる場合もある。ドイツはオランダの隣国であり、オランダ語に訳された本が日本に入ってくることが多かったこと、30年戦争以後強力な統一国家が現れなかったことから、江戸時代を通じてドイツへの関心は高くなかった。1771年に長崎通詞今村源右衛門がオランダ商館長に送られてきたドイツ語の手紙を翻訳したのが最古の例と言われており、水戸藩でも寛政年間に兵学の研究のためにドイツ語の研究がされたと言われているが、散発的なものである。また、オランダ商館員としてドイツ人であるケンペルやシーボルトが来日したことは知られているが、彼らはオランダ人として振る舞っていたために、ドイツに関して限定すれば大きな影響は与えなかった。また、宇田川陽庵が植学啓原を書いた際に、シーボルトからもらったドイツのクルト・シュプレンゲルの著から引用したとされ、彼がドイツ語を介したとする説もあるが真偽は定かではない。ドイツ学の起源として適切なのは万延元年にプロシアのフリードリヒ・アルブレヒト2・オイレンブルクが同国の使者として来日した際に加藤博之と市川西宮が献上品であった電信機の使用法を学ぶためにドイツ語を学んだとされるもので、ついで同年の12月14日に日広し、修好通商条約が締結されたために、ドイツ語学習の必要性が生じ、1862年に要所調べ書で看板ドイツ単語編が刊行された。明治維新により、近代化の時代に入ると、大学南校にヤーコプ・カデルリーが着任して、日本における本格的なドイツ語教育の基礎を築いた。その後、ドイツ語辞典ブームが到来するが、最も大きな影響を与えたのは、明治5年に柴良海らが作成した和訳ドイツ辞書と明治10年に名場大吉らが作成した和読大訳辞林であった。いずれもルドルフ・レーマンが監修したとされる。1880年代に入ると日本の立憲制度など国家の基盤にドイツの方針を取り入れようとする主張が明治政府内部から上がった。その主張者が井上武氏であった。後に大日本帝国憲法の起草者の一人となる井上は、ドイツ帝国の国政こそが、天皇を中心とする日本の国体擁護のための制度作りに欠かせないと唱えた。だが、実際のところ当時のイギリス・フランスに対する関心に対して、ドイツのそれが低かったのも事実であり、むしろ明治政府の主流は、ドイツ帝国の隆盛を見て、政治や軍事を、ドイツ式にしようと考えたのが実情であった。これに対して井上は、イギリス・フランスの影響が強い福沢諭吉の慶應義塾に対抗できる学校を創設する構想を立てた。この提案はドイツへの留学経験のある桂太郎や青木周蔵、品川弥次郎らの支持を受けて具体化し、1883年にドイツ学協会学校が設立された。この学校はドイツ啓蒙主義に基づいた教育を行って、官会、放送会への人材供給を目的とし、宮内省から補助金が出され、上級学校として、ドイツ法を学ぶための専修科が設置されて一時は、九大法律学校の一つに数えられたが、財政難による補助金打ち切りと、帝国大学におけるドイツ学充実への政策転換、設置当初約束されていた。専修科卒業者を高等文官試験において帝国大学と同等に扱うという約束が実施されなかったために経営が急速に悪化して専修科を廃止して中学校のみとなった。一方、国立、官立学校においては1887年に東京帝国大学にドイツ文学科が設置されてカール・フローレンツが1889年より1914年の25年に渡り、教壇に立って日本におけるドイツ語学、ドイツ文学研究の礎を築いた。また、1895年には前述のドイツ学協会学校が維持できなくなった同校専修科の組織をドイツ法学科に吸収して、その充実を図った。また1899年には、1885年に廃止された東京外国語学校が再興されて、ドイツ語学科が設置された。さらに、法律、軍事、医学の分野におけるドイツへの留学者が増加するなど、ドイツ学の需要が進んだ。もっとも、すべてのドイツの学術が歓迎されたわけではない。マルクス・エンゲルスなどの社会主義、共産主義は弾圧の対象となったし、1906年には、ニーチェの超人思想を紹介した、戸張真一郎が、国体破壊の非難によって、教団を追われる事件も起きている。1905年には、日露戦争に勝利し、1911年には、不平等条約が完全撤廃されたことにより、日本が列強に伍する国力をもって、富国強兵時代が終わると、ドイツ学は、主としてドイツ語学、独文学を中心とする内容が学ばれるようになった。また、帝国大学及び有力私立大学では、ドイツ語学、独文学のみならず、ドイツ法学科を設けたところもあった。富国強兵時代が終わった後も、ドイツの制度の接種を主張する政治家は随時見られた。1930年代になり、ドイツにアドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党が台頭し、政権を掌握すると、日本ではナチスドイツの政治や経済、軍事などへの関心が高まった。日本が第二次世界大戦で敗北し、戦後改革が起こると、全国各地に新生大学が設立され、各地の大学にて、ドイツ学が講義されるようになった。ありがとうございます。